デビッド・ロアゾーは、カナダの男性総合格闘家。ハイチ系カナダ人。ケベック州モントリオール出身。トリスタージム所属。ブラジリアン柔術黒帯。元 TKO 世界ミドル級王者。元 TPF ミドル級王者。長い手足から繰り出される、ムエタイ仕込みの打撃を武器にする。特に、後ろ回し蹴りは、得意技の一つで。 チャールズ・マッカーシー戦ではこの技で小勝ちを見せた。2000年6月2日、UCC1 で総合格闘技デビュー。2002年10月11日、UCC 世界ミドル級タイトルマッチでジェシー・ジョーンズと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2003年4月25日、UFC 初参戦となった。 UFC42 でマークウェアーと対戦し、パウンドで小勝ち。2006年3月4日、UFC58 の世界ミドル級タイトルマッチで、リッチ、フランクリンと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2007年2月10日、初参戦となったイライティクスクで、上位ビラセリオールと対戦し、0から3の判定負け。 2009年4月18日、約2年半ぶりの UFC 参戦となった UFC97 でエド・ハーマンと対戦し、0から3の判定負け。ありがとうございます。